中日ドラゴンズのドラフト5位のルーキー浜選手がガチで当たりっぽいという話をしていきます。即戦力として期待された田中選手、村松選手が離脱する中、猛アピールを見せている浜選手でございます。浜選手に対しての首脳陣の評価、今後の起用法など見ていきましょう。まず浜翔之介選手について詳しく解説していきます。181センチ81キロということで、身長比較的高く、筋肉がかなり詰まっているような感じですね。割と細身に見えるんですけれども、筋肉がしっかりしているタイプ、右投げ左打ちの22歳のショートの選手です。22歳ということで、大卒でプロに入った田中選手とか村松選手と同じ年齢ですね。高校時代は東海大甲府高校で3年の時に野手に転向してプロ志望届出したんですけれども、指名漏れと。そして3年間四国アイランドリーグ独立リーグで主に外野手としてプレーをしています。そしてアイランドリーグの時もプロ志望届出しているんですけれども、ここでも指名漏れ。そして福井ミラクルエレファンツという同じく独立リーグのチームに移籍して、ここではショートに転向します。元ロッテの西村さんの指導もあって、盗塁数が激増して打撃成績も上げてプロ入りということになりました。最終年は打率3割1分5厘のホームランが6本、37盗塁、出塁率4割4分1厘、長打率5割2分1厘ということで、盗塁ができる選手ながら比較的長打も打てる選手として名前が有名になりました。では浜選手の身体能力がとてつもないというところも見ていきましょう。浜選手の身体能力なんですけど、小学6年生の時にソフトボール投げで75メートルを余裕で超えて計測不能、本人曰く根尾投手がかなりものすごい投げますけれども、それよりも小学6年生の時投げていたんじゃないか、そんな話があります。そして右では遠投125メートル、最速149キロ、そして両投げができる選手で、左でも120キロ以上のスピードボールを投げられるという話ですね。そして福井の独立リーグに移籍してからショートに転向なので、わずか1年しかショートプレーしていないんですけれども、その期間でプロ入りして内野手としてプロでプレーしていますと。そして50メートルは5秒9、独立リーグで盗塁を量産する脚力を持っています。なおかつデッドリフト、筋力も結構あってデッドリフト250キロ、そしてキャンプでは柵越えの打球なんかもありまして、足が速いとか、それだけでなく身体能力が高いだけでなく、パワーも兼ね備えた選手なんですね。では中日の首脳陣は田中選手、村松選手、そして福永選手にはない良さも語っています。こちら見てみましょう。片岡二軍監督は以前ご自身の YouTube チャンネルで浜選手について高く評価していました。かなりキャラクターというか性格面なんかもイケイケな感じで、すごくいいところがあるという話もありましたけれども、それだけでなく身体能力、ポテンシャルがとても高いというふうに話していました。スイングにしても、送球にしても、走塁にしても、新人の3選手とは違う良さがあるという話があります。やっぱり元ピッチャーということで、ショートからの送球なんかもかなり早いんですよね。3選手と比較しても体格であったり身体能力っていうところはトップレベルですよね。足が速く、バネのような動きができるっていうところだけでなく、なおかつ長打を打つことができるパワーもある、そんな選手なんですね。体格とか打席での雰囲気とかは西岡選手にちょっと似てるかなと、西岡選手の左打席にちょっと似てるかなっていうふうに思いますね。なので、新人選手の中でもし誰が一番トリプルスリーに近いかっていうふうな話になったら、間違いなく浜選手だと思います。では3月28日二軍戦で則本選手からヒットを打ったと、こちらも見ていきましょう。浜選手2軍戦28日ですね、ヒットと2塁打放っています。3月28日のファームの公式戦、楽天の先発ピッチャーは則本投手でございました。1軍の登板を控えていて、そこに向けて調整ということですね。2番サードで浜選手は出場しておりまして、1打席目はセンター前ヒットを放っています。則本投手のアウトハイの力のある球を力負けせずにピッチャーの足元に弾き返して抜けるセンター前ヒットでしたね。やっぱりアウトコース高めとかはしっかり弾き返すっていうのはパワーがないとなかなか難しいというところですね。そして4打席目には1軍での実績のある酒井投手と対戦しています。直球系のボールなんですけれども、完璧に引っ張ってツーベースヒットを放っています。かなり強烈な打球で、フェンス際までスピーディーに飛んでいくと、そんな打球でした。細身ではあるんですけれども、やっぱり力強い打球が飛んでいる感じですね。打席立った時にはちょっと力なさそうかなって思うんですけれども、スイングをしてその打球を見るとかなり強いと、そんな印象があります。ではプロ入り後、新たに浜選手の強みが明確になりましたので、こちらも見ていきましょう。
浜選手プロ入り後改めて強みが出てきたなというのが、則本投手を含めてこれまで直球系のボールをしっかりと捉えている打席っていうのが多いんですね。ヒットとか長打とか直球をしっかりと捉えています。片岡二軍監督もこのようにコメントしています。まっすぐを仕留められるのが持ち味、肩と足と打撃は魅力だし、いいところをどんどん活かしていってほしい、どんどん使っていきますよというふうに評価しているんですね。やっぱり、ここまで2軍でも1軍でもプレーしましたけれども、ここまで比較的いいプレーができていて、だからこそどんどん使っていくということだと思います。プロのボールのスピードっていうのは結構最初は対応できない選手も多いんですけれども、そんな中浜選手は間違いなく対応ができていて、ここは強みだと思います。あとはもう少しパワーがついてくればホームランっていうのも出てきたりして、さらにいい選手になっていくと思います。続いて立浪監督であったり荒木コーチが語る浜選手の課題についても見ていきましょう。首脳陣が語る浜選手の課題ですけれども、立浪監督は守備では一歩目を早くすると、こういった話があったそうです。そして荒木コーチは送球の際には体が流れないようにという話がありました。送球に移るまでに、補給をしている間に送球の方にどうしても体が向いていってしまうということでしたね。スローイングの力があるので、これまではそれで補えてきたけれども、やっぱりしっかりと取って安定した体勢で投げられるようにというような指導があるそうです。そして片岡二軍監督は、昔からずっと全ての面で基礎をしっかりと習得すると、こういった話がありました。守備の形であったり、スイングの形であったり、ポテンシャルを評価して獲得をしている選手なので、このあたりをまずは鍛えていくという話があります。やっぱり身体能力が評価されての獲得ということで、守備でのエラーなんかもありまして、まだまだ課題は多いというのは間違いないと思います。ただ想定よりも早く1軍で出場していますし、2軍でも思った以上にしっかりとヒットとか長打も出ていますから、今後かなり楽しみな選手だと思います。続いて田中選手とか村松選手よりも早くレギュラーを取っていくんじゃないか、そんな可能性もあるというところも見ていきましょう。田中選手は肩の脱臼、手術であれば今年中の復帰は難しいんじゃないかという情報も入っています。やっぱり怪我であったり体力面というところを考えると、レギュラーの獲得までにはもう少し時間がかかってくるのかなというような印象もあります。まずは怪我をしっかりと治してから、そこからリハビリをして一軍にまた慣れていってという流れになります。村松選手に関しましては、一軍で対応力っていうのもある程度は見せてくれたんですけれども、大学時代に手術した右膝の違和感ということで、結構古傷である部分でもありますから、これがどれくらい今後影響してくるか、このあたりも重要になってきます。浜選手の対応力とか守備力の向上っていうところ次第では、意外と早くレギュラーを取ってしまうという可能性も十分あると思います。プロ入り後、浜選手も一度怪我での離脱っていうのはありましたけれども、怪我をしない体っていうのにはすごく自信を持っているそうで、結構強い体を持っているということで、ポテンシャルも含めて浜選手のレギュラー取りっていうところも期待したいと思います。以上です。